カニシカ王と古代アジアの映画。こんにちは。皆さんはクシャーナ朝という古代の帝国についてどれくらい知っていますか？今日の動画ではクシャーナ朝の交流からその文化的成就、そしてその後の影響について探っていきます。この帝国がいかにして多様な文化の融合点となったか、その魅力に迫ります。どのようにしてこの帝国はアジアの歴史に大きな足跡を残したのでしょうか。見ていきましょう。1、権力の交錯地帯。クシャーナ朝の起源。クシャーナ朝の成立はマウリやアサの衰退後の西北インドでの政治的空白期に、複数の異なる勢力がこの地域に影響を及ぼす中で形成されました。まずバクトリアからのギリシア人勢力が進出し、その影響力を展開していたものの、彼らの勢力はやがて内部分裂と周辺民族の圧力により衰えていきました。この変動期に中央アジアの遊牧民族であるサカ族がこの地域へ移動し、さらに西のイランからはパルティア人が進出してきました。これらの動きは地域内の力関係を再編成し、新たな文化的および政治的なダイナミクスを生み出しました。このような複雑な背景の中、クシャーナ人が台頭してきます。彼らはもともと中央アジアの遊牧民族でしたが、段階的に定住化を進め、地域の既存勢力との融合や対立を経て独自の王朝を樹立しました。クシャーナ朝8世紀に成立し、カニシカ王の治世には最盛期を迎えました。カニシカ王の下で帝国はガンダーラ地方のプルシャプラを首都とし、中央アジアからガンジス川中流域に至る広大な地域を支配しました。クシャーナ朝は地政学的に重要なシルクロードの交点に位置し、ローマ帝国との交易を通じて経済的繁栄を享受しました。この時期多様な文化が交錯し、帝国は多文化政策を推進することで異なる文化や宗教間の調和を図りました。特にカニシカ王は仏教を保護し、仏教の大規模な普及に努めましたが、ゾロアスター教やヒンドゥー教など他の宗教にも寛容でした。クシャーナ朝の統治は異なる文化と宗教の共存を促進し、後のインド及び中央アジアの歴史に深く影響を与えた。この時期の文化的及び宗教的な遺産はその後の数世紀にわたってこの地域の社会や文化に影響を与え続けました。2、カニシカ王の支配下でのクシャーナ朝。カニシカ王の治世はクシャーナ朝の歴史において特に輝かしい時期として記憶されています。彼の治世中、クシャーナ朝は最盛期を迎え、現在のペシャワールにあたるガンダーラのプルシャプラを首都として広大な領土を支配しました。この時代クシャーナ朝はただの地域勢力ではなく、中央アジアからインドア大陸にかけての広範囲にわたる影響力を持つ帝国へと変貌を遂げました。カニシカ王の下でクシャーナ朝は政治的には強固な中央集権体制を築き上げ、経済的にはシルクロードという古代の重要な交易路を掌握しました。この地理的な利点を生かし、クシャーナ朝は東西の商品や文化が交流するハブとして機能し、特にローマ帝国や中国、中東地域との間で活発な貿易が行われました。この交易により大量の貨幣が流通し、帝国の財政基盤が強化されたのです。カニシカ王はまた文化的な繁栄にも大きく寄与しました。彼は多様な文化的背景を持つ人々を支配下に収め、ギリシャ、イラン、インドの芸術や宗教が融合する環境を提供しました。特に仏教に対しては深い寄与を示し、多くの仏塔の建設を促進し、第4回仏典結集を支援しました。これによりクシャーナ朝は仏教の重要な中心地となり、後の仏教美術、特にガンダーラ美術の発展に影響を与えました。3、シルクロードの中心、クシャーナ朝の国際貿易。クシャーナ朝が古代アジアの歴史において重要な役割を果たした主要な理由の一つは、シルクロードの重要な交点としてのその地理的位置にあります。クシャーナ朝は中央アジアから南アジアにかけての広大な領域を支配下に置き、東西の商業ルートの中心地となりました。この戦略的な位置により、クシャーナ朝はローマ帝国や中国、さらにはペルシアとの貿易において中心的な役割を担い、経済的な繁栄を極めました。ローマ帝国との間では特に繁盛した貿易が行われました。ローマからは貴金属、ガラス製品、陶磁器、宝石などの高価な商品がインドへと流れ、インドからは香料、宝石、絹、象牙などがローマへと輸出されました。この貿易によりクシャーナ朝には莫大な富がもたらされ、ローマの貨幣に影響を受けた金貨が大量に発行されることとなりました。これらの金貨はクシャーナ朝の芸術と宗教の多様性を示す重要な遺物であり、ギリシャ、イラン、インドの神々や文字が描かれています。クシャーナ朝の経済発展はまた地域間の文化的交流を促進する効果も持ちました。異なる文化の人々が交易の過程で互いに接触することで、芸術、宗教、
技術の面で相互の影響が見られるようになりました。さらにクシャーナ朝の経済的な基盤はその後のインドア大陸の王朝にとっても影響力のあるモデルとなりました。この時期に確立された貨幣経済システムや商業ネットワークは南アジア全域の経済発展に寄与し、後の王朝にも引き継がれていったのです。クシャーナ朝の国際貿易と経済発展は単に物質的な富をもたらしただけでなく、文化的な豊かさと政治的な安定ももたらしました。これによりクシャーナ朝派東西の文明をつなぐ架け橋として古代アジアの歴史において不可欠な役割を果たしたのです。4. 宗教の保護と普及。カニシカ王の治世下でのクシャーナ朝は特にその包括的な宗教政策により知られています。カニシカ王自身がゾロアスター教の信者であったにもかかわらず、彼は仏教を含む他の宗教に対しても非常に寛容でした。彼の統治は異なる信仰が共存し互いに影響を与え合う環境を促進することに大きく貢献しました。カニシカ王の下で仏教は顕著な保護を受け、この時期には仏教の普及と発展が大きく進みました。彼は多くの仏塔の建立を支援し、これらの仏塔は信者たちの瞑想や礼拝の場として、また仏教芸術の展示の場として機能しました。これらの仏塔はクシャーナ朝の各地に建てられ、仏教の教えが広範囲にわたって浸透する手助けとなりました。またカニシカ王の支援により第4回仏典結集が行われました。これは仏教教義の標準化と保存を図る重要なイベントであり、彼の治世の間にクシャーナ朝の首都であるプルシャプラで開催されました。この結集により仏教の教義が整理され、後世に伝えられるための基盤が確立されたのです。カニシカ王の宗教政策は仏教だけでなく他の宗教にも寛容であったため、クシャーナ朝は多宗教が共存する多文化国家としての性格を強く持っていました。この政策は帝国内の異なる民族や文化集団間の和平と統合を促進する効果がありました。彼の治世における宗教の保護と普及はクシャーナ朝がただの政治的実態でなく文化的宗教的な繁栄を極めた帝国であったことを示しています。5. クシャーナ朝の遺産とその影響。クシャーナ朝が古代の歴史舞台から去った後も、その政策と文化的成就はインドや中央アジアの文化に深く刻まれた影響を残しました。クシャーナ朝の時代は特に仏教の保護と普及において顕著であり、この地域の宗教的および文化的風景を形成する上で中心的な役割を果たしました。クシャーナ朝の最も顕著な遺産は仏教の広範な普及とその文化的表現にあります。カニシカ王の下で仏教は特別な保護を受け、多くの仏塔が建設され重要な仏典結集が行われました。これらの活動はクシャーナ朝が仏教の主要な拠点となる基盤を築きました。特にガンダーラ地方では仏教芸術が花開き、ガンダーラ美術として知られる独特のスタイルが生まれました。この芸術様式はヘレニスティックの影響を受けた仏像表現を特徴とし、そのリアリスティックな造形美は後の仏教芸術に大きな影響を与えました。またクシャーナ朝ローマ帝国や中国ペルシャとの貿易を通じて東西の文化が交流する枢軸として機能しました。この国際的な交流は技術や思想宗教の面で相互の影響を促し、地域全体の文化的発展を加速させた。ローマからの金貨がインドに流入し、そのデザインがクシャーナ朝の貨幣に反映されるなど、経済面でも顕著な相互作用が見られました。クシャーナ朝の政治的な遺産もまたこの地域の治世システムに影響を与えました。彼らの統治構造は中央集権的かつ効率的な行政システムを特徴としており、後の王朝にとっても参考とされました。クシャーナ朝が確立した多宗教共存の方針は宗教的寛容の価値を示し、多様性を尊重する政治文化の土台を築いた。クシャーナ朝の歴史的遺産は単に過去の遺物にとまらず、現代に至るまでこの地域の文化や宗教のアイデンティティに色濃く影響を与え続けています。彼らの時代に根ざした精神は多文化共生と宗教間対話の重要性を今日の世界にも示唆しています。まとめ、クシャーナ朝はその短い存在期間にもかかわらずアジアの歴史において重要な役割を果たしました。その経済的繁栄、文化的融合、そして宗教的寛容は今日に至るまで多くの教訓を私たちに提供しています。今日の動画がクシャーナ朝の理解に役立ったことを願っています。もっと知りたい方はコメントで教えてください。そしてよかったらチャンネル登録といいねを忘れずに。次の歴史でもまたお会いしましょう。さようなら。